はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、またバイクネタになるんですけど、ちょっとまあね、こちらの方の、GSX-S125 ね、僕乗ってるバイクですけど、ちょっとトラブルがねありまして、まあそれをねちょっとまあご紹介っていうか、まあこんなことありましたっていうご報告と、まあそれに対する対策ね、ということで、やってみたいと思います。ちょっとね工事を近くでやっててね、うるさいんですけど、ごめんなさい、どうしようもないです。でとりあえず、このバイクのね、ちょっとあったトラブルなんですけど、いきなりねこう走ってて、スタンドにね立ち寄った時なんですけど、まあ普通にガソリンね、給油してエンジン止めてガソリン給油して次発進しようと思ったらねエンジンかからなかったんですよ。まあそれまでも結構走ってたんでね、まあ、バッテリー上がりとは考えてなかったんですけど、まあ結果的にはね、バッテリーが上がってたということです。でまあバイク屋さんね、持って行った時には結局そのオルタネーター、まあ、発電機ですかね、の方の交換と、まあ、コイルみたいですね交換と、あとはバッテリーね、っていうのを交換してもらいました。まあ最初ね言われたのはちょっと発電量がね、足りてないんじゃないかということをね言われてたんですけど、まあ、バイクをね引き取りに行くときはやっぱり電装系のね部品がいっぱいついてるから、そういう症状、まあ、バッテリー上がっちゃうんだということを言われて、で対策としてはね、ボルトメーターというのをつけたらいいんじゃないかということでね、言われて、まあ、それもつけたんですけど、とりあえずそういうことがありました。で消費電力をねちょっと落としたいなということで、まあ、いろいろね、対策を、してまして、そちらのご紹介をしてみたいと思います。であとバイクのね、配線の方をちょっとどんな風にね配線をしているのかっていうのを教えてほしいというね、視聴者さんからのご意見もいただいたので、まあ、簡単にそちらの方もご紹介できたらなと思います。でこれも多分1回の動画ではなかなか難しいと思うんですけど、今回ね、はい、どうもね、今回ねちょっと今人が来ちゃったんでね撮影中断したんですけど、今回ねだからまあ時間があればこれも一緒にやろうと思いますけど、なければ別動画ねでやります。バッテリーが上がったっていう兼ね合いからできるだけ省エネね省電力化を図ってるんですけど、まあ、このバイクね大体のところは LED になってるんですけど、方向指示器ねそれが LED になってなかったので、まあ、LED の、この方向指示器ね、買いました。で、これに合わせてこの、まあ、汎用のね、この指示器を、使うとなると、まあ、これもね、まあ、3D プリンターとかで出せばよかったのかもわかんないんですけど、マウントのこの方向指示器を抜いた時にちょっとこう蓋みたいなのがねいるんですよ。まあ、それをね買いました。これ木島の製品かな、木島の製品ね。であとウインカーリレーこれはもう激安のウインカーリレー買いましたね、Amazon です。でこれをね、つけたいなと思います。まあこれは動画ね一応全部収まるかどうか分かんないけどやってみます。じゃあとりあえずね今の現状の配線のね、紹介なんかをしたいと思います。とりあえずね今から僕が作ったイラストをねまず見てもらって、まあ、概要を説明した上でバイクの方ね、ちょっと、説明を実際していきたいなというふうに思います。ではでは。はい、どうも。もう見てもらった通りだと思うんですけど、もうまずバッテリーからね、こちらの方は直接引いてるような回路になります。ただまあ電力がいる分についてはマイナスの方もね、こちらの方はボディアースしてる箇所あったかな、してるとこもあるかもわからないですけど、大電力を取るところ、まあ、それなりの電力を取るところはもうマイナスからね、バッテリーのマイナスから直接、持っていってます、配線をね。でこちらの分はリレーをかましてます。
で、リレーは要するにアクセサリー、まあ、金をね、アクセサリーにした時にリレーが働いて、こうね、いろんな機械に電力を供給するという感じになってるんですけど、まあ図のね、左の上のところ、まあ来たこの電源取り出しハーネスっていうね、文で、まあこれも動画見てもらったら分かると思うんですけど、まあそのサービスコネクターみたいなところからアクセサリーのね、電力を取れると。だからそこから要するにアクセサリー、キーをアクセサリーにした時点で、電力がいって、で結局リレーが働いて、他のいろんなものね、グリップヒーターとかドラレコ、まあフォグランプとかいろんなものに電力が、供給されるというような、回路になっています。まあ詳しくはね、このページ、ちょっと止めてもらって、印刷をしてもらったらいいかなと、まあそれを参考にしながら、まあ配線してもらったらいいかなというふうに思います。丸ね、ま、赤丸とか黒丸とかしてるところはそこで配線をね、ちょっと要するに連結っていうかね、二股とか、三股とかにこう分けてるようなね、感じになってます。はい、まあ分からなければまたね、コメント欄なんかで、まあ言ってもらったらいいかなと思います。はい、でもう一つのね、もう一つ回路が別回路でありまして、こちらの方はね、ブレーキスイッチの方から電力を取ってる分になります。まあ、デイトナのね、USB の、二口ついてる分ね、USB が。こちらの方の、電力については、もともとね、このデイトナの製品が、このブレーキスイッチから電力を取る用の、製品だったので、そちらの方から、電力を供給してます。まあこれもね、バッテリーからとっても良かったんですけど、まあ、ついでっていうか、もうそういう製品だったから、もうそれでとってます。で、ブレーキスイッチの位置なんですけど、ハンドルの右側のところね、写真ちょっと分かりにくいかも分からないんですけど、下側から覗いてもらうとね、この下側からの写真っていうね、右側の大きな写真になりますけど、こんな感じになってるので、それをね、赤い方の配線をピュッと抜いてあげて、そこへね、こう製品の配線を、まあ、間に突っ込むっていうね、感じの、ものになってます。これ作業もそんな難しくないんで、特にバイクもバラす必要もないんでね、この USB がいる、電源がねいるっていう方には、この製品はね、すごくいい製品だと思います。ではでは。はい、まずなんですけどね、僕のバイク、フォグランプね、まず電装系の確認なんですけど、フォグランプをつけてます。このフォグランプもちょっと変えました。2灯ね、もともとついてたのが、確か 40W、 20W、 20W の 40W だったんですけど、今回ね、これ 10W、 10W の 20W に変更をしてますね。配線としてはまあこれずっと上がっていってる感じで、で結局ね、このカバーね、この前のカバーの中にだいたい電装系の内容が、配線ね、関係が入ってる感じになってます。で、ドラレコね、ドラレコも、まあ、こういうところの後ろからこう配線が上がっていってる感じですね。上に上がっていってる感じです。で結局はこの中にだいたいの内容を含めている感じですね。だからこのパネルはもうしょっちゅう外してる感じです。しょっちゅうね。で、あと外すのは基本的にこっち側ね、バイク斜めになってるので、スタンド向こう側なんでね、こっち側外します。まあ、これ比較的簡単に外れるので、これ外してね、そうするとここまでが外れます。これがね、全部。であとはこの前ご紹介したんですけど、蛇腹状のね、伸ばすやつ、配線送るやつね、そちらの方で配線は送ってます。であとなんですけど、こう後ろに行ってリアシートね、リアシートはまあこれはもう皆さんね、多分ちょこちょこ外される、まあ電装系やるんだったら外す必要はあると思うんでね、こちらの方2本で六角ね、左右にあります。2本でスポットね、こう前は使えてるような感じで、後ろにスライドして上げる感じで外します、ね。
で、あと、まあ、これもあんまり開けないですけど、このリアシートの下ね、これはまあブレーキランプとか、まあ、そんな感じ関係のことやるときはここ。で、あと、サービスのねターミナルがここの中に入ってるので、このバイクはね。で、そこからアクセサリーの、まあ、信号はもらってるんで、まあ、それくらいかな、それした時に開けたくらいかな。で、あとはあのこのリアのねリアカメラの、配線はこう来て、ここのリアカメラ上についてますけど、リアカメラまで行ってます。まあ、それはこの下側ね、ここら辺をずっと通して、確かこの間から入れてるんです。ちょっと見えにくいかなね。まあ、ここら辺もこういうね、ボルトちょっと抜いてあげて、あの浮かして、まあ、無理やりはめてるような感じにはなってますけど、そんな感じでやってます。まあ、できるだけね、なんていうんですかね、この外装も外さないようにしてね、やってます。あとはところどころでね、しっかり結束バンドで結束してやってるような感じです。はい、じゃあとりあえずね、この化粧カバー、さっき言ってたな、ま、前と横のところ外して、あとシートね、外して、ちょっと中の配線を見てもらおうと思います。ではでは。はい、じゃあね、やっていく。さっき言ってた蛇腹のやつ、これね前もご紹介しましたけど、便利キャッチャーね、このここを押すと、この先っぽがこう開いてね、配線掴んでくれるっていう、まあ、便利グッズねです。じゃあとりあえずね、やっていきましょう。まあ、KTC の六角ね、こっちサイズどのくらいだったかな、まあ、多分この辺りかな、ね、ちょっと撮影しながらね非常にしんどいんですけど、まあ、ここはねボルト、この横2本ね、これで外すことができます。ちょっとやっぱり撮りながらは無理ですね。とりあえずここと、まあ、反対側にあるんで、これ2本でね外れます。ちょっと待ってください。はい、あとね、ちょっと忘れてました、さっき撮った穴がこれね、これなんですけど、見えない、これなんですけど、このね下側に、ここにね1個、止めてるやつがあります。音と、こんなんはね真ん中のところを細い、まあ、プラスとかのドライバーでもいいですね、六角の細いやつとかで、押してあげるとこうね、あれここね、ここ、うん、こうやって外れ、あのプチッと押せるんで、これで周りをね、周りからちょっとこうキュッと引っ張ってあげると取れます。はい、はい、今外れました。一箇所ね、このポコッとねこの出てるやつが、ここのゴムのねとこに刺さってるんで、ちょっと最初抜けにくくてクッと力はいりますけど、まあ勇気出してやってもらったら、抜けますね。で、本当にごちゃごちゃ配線が多いので、ちょっと紹介がなかなか難しいところもあるんですけど、これ何かな、まあ図面で見てもらったか分かりやすいかな。これがね、フォグランプの、スイッチなんで、これ蛇腹でこれで送ってきてるのが多分、図面でいうとこのバッテリーの、バッテリーから送ってきてるやつね、バッテリーからリレーね、かまして送ってきてるやつなんで、電源とプラスマイナスね、電源のプラスマイナスです。
で、これ多分下行ってるからフォグかな多分。まあでもこれこのね、リレーからバッテリーから来てるプラスマイナスさえ前に1本送っといてあげると、まあ、あのリレーかましてるんでね、エンジン機がもうアクセサリーになった時点でしか通電しないんで、まあ、これがあればもう大体いけると思いますね。はい、どこまで説明したかな。あは、まあそうね、電源送ってるよっていう話をしたんでしたですよね。まあそんなにややこしは、もうこれもう図面見てもらった方がいいですよね。まあここら辺にこれ、あのだから前も言いましたけど、この USB ね、 USB の電源のやつ、ちょっとこれね、 USB のあのスマホとか充電するやつね、これについては、この下から電源を取ってます。これね、ちょっとこれも見えにくいんだよな。どうやったら見えるかな。ちょっと見えにくいな。はい、もうちょっと諦めました。ちょっと今日邪魔が入りまくるんでね、もう撮影が全然進まないんですけど、まあ要するにもうあれですよ、まあ、電源送ってくりゃええっていう話でね、でそれがまあずっとここ、この辺りをこうね、行ってる感じです。まあ、ここら辺もあの便利なんとかで送ってます。じゃあとりあえず こいつ外しましょうか。こいつ外してもね、あんま参考にならないと思うんですけど、一回外してみましょう。はい、今取りました。まあネジね、2本こことここかな、でハマってて、もう1個ね、ゴムでまた刺さってるとこが1個あります。2本外してちょっと勇気出して、取るっていう感じですね。だから配線自体はこの上側ね、これかなね、こういうところを通して、まあところどころ結束バンドでやってる感じですね。これちょっとこれちょっと適当なんていうのは、こうやってボルトメーターね、これね、ちょっとこれ計測バンドするの忘れてますよね。まあこのこっちとかではしてるんですけど、まあでこっからあの便利キャッチャーでまたこう斜め上に送っていって、ここね、これ、これバッテリーですよね。ね、バッテリーね。だからここにリレーがあります、この下にね。もうこれも見せてもあんまりちょっとわからないと思うから、まあリレーね、図面の方また見てください。はい、あれが一番わかりやすく書けたと思うんでね。ね、で、バッテリーのこれ、まあ、プラスマイナスね、でリレーを動作させるためアクセサリーがいるんですけど、アクセサリーがね、ここ、これね、これ今あるやつが、これが木島のやつね、木島のなんていうかサービス端子につけるやつなんですけど、まあ、この奥にね、ちょっとこれ以上伸びないけど、サービスでね、多分バイクの何かメンテっていうか点検するときに使うコネクタがあるんですけど、それをね、そのところにパチッとはめてあげて、でそこからこれ今2本取ってますけど、2本ね、分岐してこう出てますよね、このねケーブルが。これがアクセサリーと、確か何だったかな、プラスかな、アースかな、が取れます。でまたサービス端子ねさせるように、まあこの部品ね、これがあるんで、それはもうパチッとやればアクセサリー取れるんで、これ便利グッズですね。ちょっと値段なんぼだよ、1000円くらいはしますけど、はい。ということで、ちょっと今日邪魔が入りまくって、なんかまともな撮影になってないですけど、はい。
ということでいいかな。ちょっとなかなか大雑把な説明ばっかりであれなんですけど、あとはもう説明書見ながら、あと分からないとこあれば、まあコメント欄などで言っていただいたらなんとなくはご紹介します。ではでは、とりあえず、次僕はウインカーの方をつけていこうと思いますので、とりあえずこの辺りで失礼します。ではでは、はい、どうも、とりあえずね、さっきご紹介ちょっとちらっとした LED ね、まあ、こんなやつなんですけど、やっていこうと思います。で、さっき外したのからもう一個ね、多分横のやつもう一個外さないとダメだと思います。おそらく外さなくて取れるんだったらいいんですけど、ウインカーリレーが多分この辺りにね入ってるはずなんで、まあそこら辺はとりあえず適当にやっていこうと。うるさいな工事ね、仕方ないんですけど、はい。で、とりあえず、まあ、やってみようと思いますので、あともうタイムラプスでね、ちょっと見ていただけたらと思います。ではでは、
ウインカーリレーね、多分これだと思います。これね、これを外してさっきのオレンジのやつに取り替えます。場所がちょっと分かりにくいかもしれないけど、一応記録まで。ではでは、はい、ここもねちょっとね一個手間取ったんで、このウインカーの外し方ね、このね、こいつをねマイナスかなんかでここら辺からグッと上げるんですよ。そうすると結局こいつが取れます。どうやって取るのかなと思ってね、こんな感じの構造になってるんですね。多分これですっぽ抜けるんじゃないかなね、こんな感じになってます。これ外し方わからなかった。これゴムなんですよ。このね、こういうところが、この端がね。だからこのプラスチックのこの爪み鍵みたいに出てるところの横のところからマイナス突っ込んでグッと引き上げる感じね。です。とりあえずポイントだけ撮影しておきます。ではでは。はい、結局ね、結構バラしちゃいました。これね、ECU。バッテリーの上にねあるんですけど、 ECU の、後ろここに穴が開いてて、こっからね、リアフェンダーの方に、まあいろいろいってると。だからこれを外してケーブル外せばリアフェンダー取れると思うんで、それでやろうと思います。そうしないとちょっとリアフェンダーの構造がいまいちよく分かってないのと、ウインカーのその配線をどこで外せるのかがちょっと分からないんで、もうめんどくさいんでリアフェンダー取っちゃおうということで、結構バラしちゃいました。これウインカーは変えるべきじゃないな。めんどくさい。玉だけ変えればよかった。まあとりあえずやります。ではでは。はい、また、記録です。一応ね、この真ん中のバッテリーの横あたりから来てるの、これがフェンダーに行ってるね、コードで、これがナンバー灯ね、こいつが。で、これが方向指示キーのランプになってますね。で、ここの穴から、行くんですけどね。で、あと、これね、ブレーキかけた時にピカピカ光るランプがあるんで、それは、このブレーキランプのね、この白黒の線が、ここ見えないけどね、ここから電源を取って、やってみようと思います。ではでは、組み直していきます。はい、どうも、今ね作業がなんとか終わりました。お昼朝からねやって、お昼もまたいで、もう今3時半、だから5時間くらいかかってるのかな、5時間くらいかかってるかもしれない。結構ね、思ってたよりも全然時間がかかってしまいました。で、細かいとこね、今からこいつでね、ちょっと撮って、どんな感じで動いてるかっていうのだけ見てもらってね、今日は終わりにしようかと思います。じゃあちょっと撮っていきます。はい、まずね、フロント周りはこんな感じになりました。これね、こんな感じです。で、ちょっと電源オンしてみると、もう常にね、白いライトがついてる状態ですね。これで方向指示器出すとこんな感じ。ちょっと LED なんで、もしかしたら映像で綺麗に映ってるかどうかわからないですけど、こんな感じね。このまま後ろ行きますね。後ろはまあこんな感じです。今これ合図出してる状態ですね。で、ちょっと合図切り替えますよ。こんな感じね。で、こんな感じで、で、これちょっといけるかな。ブレーキをね踏むとね、こんな感じね。ブレーキ踏むとこんな感じ、ピカピカピカって言って、つく感じね。まあ、こういう風な感じです。結局ね、だからなんだかんだ言ってやっぱりこいつ外すのが大変だった。で、もうこっち側のねカウル全部外しました。結局ね、タイムラプスが多分途中でねもう切れちゃってたんで、電池が落ちてね、はい。で、もうフェンダーね、リアフェンダーも下ろして、もう完全に外して、作業したような感じになってました。で、全部ねこの
木島か、木島のやつなんですけど、このプレート裏からね貼ってるんですけど、表から本当はね、なんかね、あの木島のこういう風な LED のやつをつけるようなやつやったみたいで固定がされてないんですよ。だから中側から接着剤とかやってても結構ダメだった、なかなかくっつかなかったんで、結局はこいつグルーガンでね、なんとか、止めちゃったっていう感じですね。ここなんかちょっと出てますけど、まあ外れた時は外れた時でまたね、考えればいいかなと思って、まあ、作業的にはもうだいぶ慣れたんでね、まあそんなに時間はかからずに、作業できるかなというふうには思います。まあでも、まあ、正直純正よりちょっとなんかチープな感じには、すごい安いやつなんでね、これね、チープな感じに、なってしまってるような気はしますけど、パッと見はねそんなにわからないかな、ね、まあ、まあまあ成功じゃないでしょうか。ではでは、はい、ということでいかがでしたでしょうか。なんかね、すごいね、まあ、途中で、ちょっと人が来たりとかして、なんかこう、途切れ途切れのね感じの動画になってしまいましたが、まあちょっとでもね参考にしていただけるとありがたいかなと思います。そしたらね、今日はこの辺で失礼しようかと思います。さようなら。